が誕生してから株価だけはどうやら上がっているようですけれども、その他で何か一つでもこう上向きとか改善したものがあるでしょうか。この集団的自衛権もそうですが、今までも話に出ているような原発再稼働、非常秘密保護法、まあ何をやってもいいんだ、もう何を言ってもいいんだという雰囲気が溢れて、まあ本当に私たちの社会が大事にしてきた他者を思いやる心とか優しさを持つ心というのがどんどん崩壊し、街にはいわゆるヘイトスピーチと言われるような、もう本当に聞くも恐ろしいような言葉を叫びながら歩く若者、いえ若者だけではありません、いい年の大人までがそういうことをしている。今日ですね、北海道の道議会、自民党の、小野寺勝という議員がいるんですが、その人が道議会の質問で、アイヌは先住民族であることは非常に疑わしいということをですね、堂々と発言をしたということが先ほど新聞で、北海道新聞で報じられていました。そのように何を言ってもいいんだ、それでアイヌ利権に群がる人がいるとかですね、まあ、非常に本当にもうありえないような人権を踏みにじるような発言を市会議員や道議会議員が平気で行って、それがもう自民党という肩の下で守られているというですね、まあ、そういう現実が、これは北海道だけのことではなくて日本各地で起きているのではないかというふうに思います。まあ、そのように集団的自衛権は一つの象徴であり、この日本が本当に崩壊していく一つの本当に大きな、私はもうきっかけであると思っていますので、ぜひ私たちの力で最後までこれに対してノーを突きつけ、これまで私たちが戦後一生懸命築いてきたこの連帯をし、お互いが他者を思いやる気持ちを持ったこの社会というのをなんとか持続可能なものにしていくように、これからも皆さんの力を合わせて頑張っていきたいと思います。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。落合恵子さん、お願いします。はい、こんばんは、落合です。寒いかなと思ったら暑いですよね。私たちは燃えています。あっちを燃え尽きさせましょうよ、あっちを倒しましょうよ。私たちの祖父母や父母が作ってきた、そして私たちだって頑張って作ってきたこの国をこのまま破壊させるなんて決して決して許しません。私たちはここでもう一度約束しましょう。あいつらが燃え尽きる、私たちは燃え尽きない、いつまでもどこまでも私たちは燃えていくと考えましょう。子どもたちのことを考えてください。子どもはどの国に生まれるか選んでいないにもかかわらず、その国の一部が勝手に閣議で決めたことで自分たちの明日を夢見ることができないなんて、こんなめちゃくちゃなことあってはいけないと心から思います。私はさっきの貞香さんもそうですが、敗戦の年に生まれました。1945年、1945年に偶然生まれたことを必然と変えて、どうしてもこの国を変えていきたい、私たちが燃えている限り私たちは変えることが可能だと思っています。世界中を、そしてこの国をも巨大な棺桶にさせないって、心からここで約束をしましょう。行きましょう、燃えましょう、お願いします。呼びかけ人の皆さん、本当にありがとうございます。お忙しい中、他のステージでもスピーチをいただけるそうで本当にありがとうございました。それでは続きまして、日本弁護士会の憲法問題対策本部長代行の山岸良太弁護士、お願いします。はい、